界きってのベストドレッサーだね。嘘ですよ、誰がそんなこと言ったんですか。いや、いろんなの書いてあるじゃん。あ、嘘。まあ、そうじゃないです。今日のお召し物も素敵ですよね。やっぱお召し物といいよ。もう、おしゃれな部分は今日は見ていただくだけでという感じで、話はおしゃれと全く違う方向に進んでも心配ないという感じがします。あ、そうですか。どうもお招きいただきましてありがとうございました。わざわざ来ていただいてありがとうございます。夏は肌のお手入れも大切です。夏の肌をすっきり、基礎化粧品は資生堂スペシャルクールコール。クールコール週休2日制を取って働いてるという噂を聞きましたけど、この音楽大好き。サマあのビーチサンバっていうの。はあはあ、あ、ごめんなさい、はい、週休2日制ですか。多分、ええ、あの別に決めたわけじゃないんですけど、たまたまスケジュールがそうなって、ここ 2,3 ヶ月そういう風にとっても楽に仕事をさせていただいて、あ、ご自分でもそういう風にしていきたいなということはあるわけでしょ。最初はね、すごくね、あのずっと休み取らないで働いてきたもんですからね、不安だったんですけど、今はとてもいいです。歌を歌ってる仕事でね、週休っていうか、いわゆるその休みを取れるってことはなかなか大変なんじゃないですか。だって地方行かなきゃならなかったりとか。だからね、よくあのある程度なはってきた方がね、仕事を選んでやってますとおっしゃるでしょ。でも日本の場合、そういうふうに言うとすごくね、嘘になっちゃうもんね。そうね、歌詞の場合はね、ドラマとかあの役者の方っていうのはね、ちゃんと次の計画を立ててある程度お休み取れますけどね。でもなかなかね、役者でもそうはいかないですよ。計画立てたって、自分だけ計画立てたってそういう仕事は来なかったら終わりだもん。歌詞の場合は絶対それなんかやっちゃうとダメみたいなね。そのダメを押し切ってまでやったのは何か理由があるんですか。楽しいんですよね、毎日が。
それは結果的には楽しいかもしれないけどそうしようって言った時に例えば恋の痛手から立ち直るためとかいろいろあるじゃないですか逆にあの痛手から立ち直るんだったら忙しい方がいいですよ。あ、それじゃあむしろ恋を一生懸命これからしなきゃならないっていうんで休む。そうですね。あ、そうですか。どうですか、その3ヶ月ぶりに3ヶ月ぶりじゃない3ヶ月経ってみて恋はうまくいってますか。とてもいい感じです、うん。まあ、その恋をはじめとしてなんかやっぱり人との付き合いっていうのがうまくなるでしょう。そうですね、休みっていうのがある。あのね、忙しいとその、あのその気持ちがねヒステリックになっちゃうの私、うん。いや、それはあなただけじゃないと思う。みんなそう、うん、ね、うん。本当に私ね、顔が変わってきちゃうの。ものすごくね、ブスになっちゃうんですね。あの、きつくなっちゃうのね、顔がね。確かにね。だから。きつブスになるんだよ、だから鏡見てびっくりしちゃう時あるの。そう、笑ってるんだけどね、うん、この辺が全部突っ張っちゃってるのね、こんなになって。そういえば今日は本当にいいかもしれない。今日はちょっと。そういうお休みの日っていうのはどういうことをしてらっしゃるんですか？前のね、晩ゆっくりあの朝まで起きてまして、うん、ガサ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 して、うん、その時間がとてもいいんですよ。あ、明日何にもないから。あ、分かる分かる。明日はないんだから今日は何したっていいんだってのね。それで朝5時か6時頃明るくなるまで起きててね、うんうん、それでもまた大丈夫が、明日は休みだからって感じでしょ。それで3時頃起きまして、うん、映画行ったり友達と会ってお話したりね、うんうん、有効に使ってます。ね、友達って言うけどなかなかその持ちにくいような気がするんですけどどうですか？え、以前はダメでしたね。周りに寄ってきてくれなかったのね。だからこういう顔してるから。ああ、なるほどなるほど。怖いからね。怖いから、ね。最近寄ってきますか？今はなんか慣れきっちゃってますから。どういう種類のお友達ですか？だから芸能界の中の友達っていうよりはやっぱりそのいろんな意味で全然違う商売をしてる人とかそういうのがいいんじゃないですか？え、あの違う仕事してる人の方がいいですね。あのやっぱりね、あの悪口言いたい時あるのね、同じ仕事で。分かる分かる、うん、あの人すごく嫌な人だとか、うん、あの発散したい時ってね、うん、でも同じ芸能界だとね、うん、やっぱり申し訳ないでしょ、そんなこと言うとね、うんうんうん、あのね、すごくの面白いのはあの日本人ってほら陰口は聞いちゃいけないとかね、うん、なんとかって言うでしょ、うん、ところね、あのこれはね、モレシャンさんかなんかの本かなんかに書いたとかね、パリのカフェでね、座っててね、前を通る人の悪口を片っ端から腐してるのがね、そうそうそう、これほど素晴らしい人生の姿がないっていうのを、うん、よくわかるんですよ、それが、うん、とってもすっきりするんですよね、嫌だなとは思いますけどね、たまに友達と会ってね、雑誌なんか見ながらもうけなすだけけなすのね、うん、うん男の人が多いんですか、女の人が多いですか。男も女も同じくらい多いです、うん、どういう感じの友達が多いのかしら。普通の一般的な人はあんまりいませんね。やっぱり私がそういう普通の生活してないから、うん、あの嘘になっちゃうでしょ、話合わなくなっちゃうから、うん、やっぱりだ、うん、でもなんていうんですか、こういう芸能界の中で仕事してその歌っていうああいう短い時間の中に何か一つ表現しなきゃならないってなると感受性とかそういうものを大事にするようになるでしょ、ですからね、すごく変わったね、性格の、うん、いろんな、だからみんな違います。で感受性っていうのも例えばやっぱりその歌の場合は瞬間的な感受性が必要なのよね、パッと音とかそういうことだから、ね、だからね、私一番怖いのはね、今歌の番組で全部イントロって前奏をね、なんか他のことで使われちゃいますでしょ。あの前奏っていうのはすごく自分の導入部分としてね、うんうん、ものすごく私歌の中身よりねすごくね、うん、私には必要なんですよね。なるほど。そこをね、なんかインタビューとかなんか前にね、うん、なんかいろんな笑ったりなんかして、うん、すぐにイントロ入ってももう作れないのね。何小節か、よかった今日は、よかった今日は前奏からあってありがとうございました。だからいわゆる2の人は前奏を見てもらいたいってこういう感じじゃないですか。え、あのね、あの前にね、ある作家の方とお話しててね、うん、そのイントロをのその歌詞の顔を見てればね、この人はその芝居ができるかできないかっていうのが分かるって言われたんですよね。イントロ大切にしてる時のね、うん、顔とね、うん、言われて、あ、気をつけなきゃと思ったんですか。僕はね、イントロはやっぱりそういう意味ではなかなか見られないけど、例えばあの舞台なんかいわゆるショーを拝見するでしょ、ええ、そのね、感想、ええ、あれが一番面白いですね、見てて。そうですね。で、やっぱり出てすぐの方ってのはもう持たなくて、いろんなことしちゃうのね、時々手振ったなんかやってるけども、慣れた人はじっとしてるけども、うん、庄司太郎さん風だけどもすごくいいのね。そう、ちゃんとステージがあって体があるけれど、うん、それからこうね続いちゃってんのね、うん、ステージと体がね、うん、だから私もあんまりあの舞台ってやったことないんですけど、うん、あの
評判の舞台見に行きますでしょ、うん、やっぱりすごくね、あの小さい人なんですけど大きく見えるんですよね、うん、何を別に手を広げてなんか表現してるわけでもないし、うん、ただ立ってるだけでもね、うん、なんか全部ステージがつながっちゃってるのね、その人の体と、うん、だからそういうのやってみたいなと思います。なるほどね。でそういうことっていうのはやっぱり何ですか、日頃っていうか、そのまた週休2日に戻っちゃうようだけども、そういう時にこう使ってる時間なのね、きっと。だからね、よくすごくねやる気ないふうにね思われちゃうのね、なんとなくイメージがそういう感じなんですけどね。イメージがやる気ないことないんですけれども。そういうこと考えてる時が一番楽しいですね。うん、ある人が称してあなたのことをね、尖った鉛筆だったけど、どうですか。ええ、だと思います。でもね、前はね、その柔らかくなんなきゃいけないと思ってましたけど、うん、やっぱりもうちょっとこの仕事やっていこうと思ったら、うん、ちょっと異常でもいいから、うん、なんかいつも感性をね磨くみたいなね、うん、ことをしていきたいですね。なるほどね。ということはやはりずっとやっていくっていう決心からすると、まあ、恋はするけれども結婚はしそうもない。うん、割とね男の人にねこう便利なね風になっちゃうのね。便利な問題ある発言でございますけど。いやそうじゃなくてね、ね、またその話はゆっくり聞くとしまして、今日は本当にありがとうございます。よかったです。よかったですってのはどういうこと。資生堂です。香りのお話、今日は草笛光子さんを訪ねてみました。香りには大変凝ってらっしゃるそうですね。草笛さんってしっとりと落ち着いた女らしい香りが似合いそうでしょ。でもね、こんな面白いエピソードも話してくださったんです。お恥ずかしい話ですけど、やっぱり自分のとっても今よく使ってる愛してる香水、それがある時ちっちゃな部屋でプーンと匂って、私はつけた覚えないのに匂って変だ変だと思った時に母がそばにいたわけで、はい、あ、私の香水つけたでしょっつったら、もう消え入らんばかりにびっくりしちゃったんですよ。だから香水ってのは絶対盗んでつけられませんね。舞台なんか出てらっしゃる時はどうなんでしょう、香水の使い方って。舞台は最高に使います。っていうのはやっぱり一番汗かきますし、客席降りることもありますし、そういう場合ってのは汗の匂い嫌ですし、相手役の方とラブシーンしたり何かする場合にいい匂いがしてる方がいいですから、ムード作りを助けてもらうんです、香水で。自分の香りを本当に大切になさってますね。そうですね。時にはしっとりと落ち着いた香りを添えて、女らしさを引き立ててみてはいかがでしょうか。見えております2本の鉛筆というか、石田あゆみさんの鉛筆を2人で作ってみましたけども上が僕ので下が楠田さんのでしたね。そうでした。でもね、石田あゆみさんを作るのは割と簡単なんですけどね、はい、楠田えり子さんを作るのはすごくなんか難しいような気がするのね。どうしてですか。どうしてだと思いますか。あなたの場合は全部木を削って死んだげにして、はい楠田さん、こういう感じですよ。反論があったらどうぞ。皮だけですか、削り落とす。この番組は東京銀座資生堂の提供でお送りいたしました。